すねに傷持つ立憲民主党、災害対応国会審議の歯切れ悪く。台風19号の被害も生々しい10月15日に開かれた参院予算委員会は災害対策集中審議となったが、災害対応をめぐる野党の政府追及は鈍かった。立憲民主党の福山哲夫幹事長は安倍晋三首相に、被災地は苦しんでいる。なぜ予算委をやることを了としたのかと迫り、予算委の開催自体を問題視した。国民民主党の森裕子氏は、東京都台東区が避難所に訪れたホームレス2人の受け入れを断っていたことを取り上げ重大な問題だと対応を迫った。実際はこの2人は酩酊状態だったとのことだ。よく調べもせず脊髄反射で質問する浅ましさを露呈した。もちろん、安倍首相はすべての被災者を適切に受け入れることが望ましいと答弁した。これまで方々で、スーパー堤防や治水対策の築堤に反対するいわゆる市民活動に便乗してきた共産党もほとんど沈黙した。ネットでは写真入りで、国民の命を守るスーパー堤防に不要な事業は中止せよ、と江戸川、荒川流域にわたる堤防のための、立ち退き計画にも反対する同党吉良佳子議員が張り出されていた。今や世間から悪夢と揶揄されるあの民主党政権が、無駄な公共事業、コンクリートから人へと叫び、強く建設凍結に動いた群馬県八ッ場ダムは試験貯水を始めていたが台風19号の大雨で一晩で満水になり、利根川下流の水害を防ぐ大きな治水効果を発揮したらしいと報じられた。こうした現実を前に、野党が台風対応で政府を徹底的に糾弾する場面は少なかった。被災直後で人命救助や復旧作業が進行していることに加え、追及を契機に都合の悪い事実に焦点が当たることを避けたい事情もありそうだ。立憲民主党の福山幹事長を含む有志議員は、台風15号被害拡大中にゴルフコンペを開催していたことが明らかになっている。代わって野党側は関西電力役員らの金品受領問題などの追及に力を込めた。国際芸術祭愛知トリエンナーレ2019への補助金不交付に関しては、福山氏が事実上の検閲だと見直しを迫った。ただ甚大な災害を前に比較すれば些細なことで、政府を追い込むには至らず、論戦は迫力を欠いた。災害が広がる最中、自民党二階幹事長の不謹慎な発言があったが、待ってました、と上げ足を取るでもない。すねに傷だらけの野党だものね。